よし、さあやっと外に出れますよ。行くね。割と弱そうなやつらが残ってんな。一番大事でしょ、この最終的に会長を見張る役。お、かっこいい。空中で持ち替えんの初めて見たわ。武器のヒートアクションあんまり使う機会ないからな。雑魚相手だったらそんなん使う必要ないし。いててててて、結構ダメージ受けてきたな。ちょっと回復しとこうか。さっき拾ったタフネス。ほっほーほっほーのんきか。まあなんかいろんな回復アイテム一応買っておいたのよ。なんか今までの龍が如くよりたくさんアイテム所持できそうな感じしたからさ。よし、あしょっぱいジャブで終わっちゃった。よし、あーやっと会長のとこまで来れた。ヒーローさん、息子の失態、あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。いや、これは会長桐生さんに惚れたでしょう。お、案の定。しっかりしろ桐生さん。やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろが。無傷大悟。お前は郷田会長を連れて登場会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。無傷で来やがった。郷田会長が登場会と杯を交わす方が先決だ。そうだな。それにお前はここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。まだまだ格が違うね、大悟と桐生じゃ。やっと二人きりになれたの。会長は登場会が預かる。この杯大悟フラフラじゃねえか。絶対に邪魔はさせねえ。まあいい、あんたを倒して奪い返しゃいいだけの話。やってみるか。ここで一回戦うんだっけ。本物の竜はどっちか決着つけようないか。よし、分からせてやるよ。ここがあんたの墓場や。お前は所詮関西の竜止まりよ。関西だけで生きってな。ひさすがに、うわ、返してくるな。普通に殴ってるだけじゃダメだ。ちょっと待って、うなんか相手の攻撃受け流すやつとか使った方がいいかな。何それ何それ何それ、ちょ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 やめて。プロレスラーかよ。ちょ待て待て待て、またあれ来る、またあれ来る。追いかけっこになっちゃう。クソ、受け流したいな。うおー、ちょっとしびれる攻防したな。これという攻略法が思いつかないな。受け流しなかなかできないな。効かないのかこいつ相手に受け流し。ちょっとそれやめて。鬼ごっこみたいになっちゃってる。よし、あてかそっか、ヒートゲージ溜まってんだよな。なんかね、喧嘩中に回収した武器がいっぱいあんだよね。ドスとかナイフとか、こういうのを使っちゃえばいいのか。ゲージ溜まったら、よし、やってやるか。ドストレートに刺したね。よし、堂島の竜なめんじゃねえぞ。お、かっこいいやつ。うおー、かわした。しびれるね。あ、またゲージ溜まったな。でもなんかあっちもオーラ出してたな。ちょっといろんなもん装備させとこう。バットとか、さっき拾ったアイアンとかも使おうかな。よし、バット行くぞー。あ、ちょっと待って、それやめてー。あれでもなんか近くで三角出ないな。
これのヒートアクションまだ使えないのか。そればっかりだなお前。じゃあアイアンいけるか。あ、アイアンも使えないやん。じゃあ刺すしかねえか。じゃあ刺すしかねえわ。ごめんな、悪く思うなよ。これしかねえんだわ。おらもう穴だらけ。穴だらけだよリュウジ君。でも同じヒートアクションってずっと使ってると威力減ってくんだよね。だからまあちょっとこればっかりやんのも効率は良くないけどな。どうしよっかな。おっしゃ、しっかり入った。ちょっと待って、この技だけは例外だけど、リュウジの攻撃意外とちゃんとガードできる技が多いので、ガード固めてからしっかり相手の攻撃の打ち割り終わりを狙っていくみたいな感じでいいのかな。俺結構ちゃんとガードできるんだよね。ちょっと待って、それはガードできないから。よっしゃ走って逃げる桐生さん情けなくていいな。なんかおっしゃー、あ、正気、おーれとどめだクソボケ。かっこいい、しびれる。いや強かったな。結構桐生さん強化したつもりだったけど、それでもダイゴは強かった。ダイゴじゃねえ、ダイゴは弱かったわ。リュウジね、まだ勝負は終わっとらんわ。リュウジ強いわ。俺はダイゴじゃねえ、勝負は嫌いなんだ。何やと。お前はダイゴとやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。そうかな、無傷でしたよ。死ぬまで勝負は終わらへんわ。しっかりダイゴのフォローしたな、キリュウさん。くそね、上司の鏡だ。覚えとけ。あ、警察官。まだ終わっとらんで。いやー、さすがキリュウさんだね。囲まれた、キリュウさん一人だけ。あ、そうか、ここでもう佐山くんのか。本部内の全員連行や。はい、はい、じゃあ僕は帰りますね。関係ないんで、OB連合とは。肩気ですし。桐生一馬さんですね。違います。そうだ、ああ認めちゃった。府警四課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。まあこれは抵抗してもしょうがないもんな。ああ、これで大阪の警察に保護されるわけだ。もうちょい続けてもいいよね。セーブして続けましょう。四章、近江四天王。ああ、そっか、その四天王が、四天王に龍二も入ってるんだっけ。龍二、高島、戦国。ああ、悪かったな。さっき本部で会った人たちだね。あの、もう一人誰だっけ。伊達刑事ですか。あ、お、まあそうだが。あ、てか伊達さん、そうでしたか。今回初登場だな。伊達刑事のファンなんです。ファン。え、どういうことだ。1年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。伝説になっちゃってる。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事。ん、神室署で誓った極道との友情。河原、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった提案に憧れるってのは良くない傾向だな。あれ仲悪いんだっけ。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに。知らなかったが、俺は今公安所属のデカなんだ。
あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。しかしかっこいいな。今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ、伊達さんってどう関わるんだっけ。この椅子像に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。この二人の関係も全く覚えてないわ。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤瀬の間ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。すげえ都市伝説っぽい。こういうの本当にあんのかな。お、郷田隆二の名前が。お、木下ほうかさんじゃん。俺も俳優さんだ。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ、紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。警視庁公安部外事第二課課長倉橋渡。伊達さんの噂は金がね。倉橋です。公安二課。どうしてアジア専門の公安二課がここに。実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのでは。アジア系出てきたな。海外マフィアってことか。実はその辺はね、私たち二課は1年ほど前から河原さんはアジア系マフィアの調査を進めてました。根深いもんね。近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかって。何その指は。何だって。私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです。予想は的中してしまったわけです。うん。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ。郷田隆二。五代目近江連合直参、合流会二代目会長、郷田隆二という男です。郷田隆二。オープニングで実行したと思われる。なんか電話してたもんな。実力者です。テロリストと。この男がどうした。実はその郷田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。でかい花火とか言ってたもんな。ああ、これこれ。私とあんたら仲間やない。神室町を日の海にする、目的が一緒なだけ。オープニングで聞いた電話。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が郷田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織は変わった指輪してんな。狙いです。会話の場所は。全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ。実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。ああ、スターダストのこいつはオーナーじゃん。そうです。伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。ホスト2のおっさんが最近見かけないって言ってたよね。一度だけ郷田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。
彼は歴とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。まあ、リュウジがどういうルートでアジア系の組織とつながってんのかっていうのを探りたくて、なんか浮上したのがカズキなのか。なるほどね。だなんか2は結構警察内部の話多いんだな。おい、聞いてんのか。まあ河原と佐山が結構重要人物だしね。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ。傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護。逃げようとしたら即座に逮捕するわ。一応ちゃんと保護してくれる気はあるんだね。めんどくさそう。あ、スナイパー。なんであれに気づけるんだよ。やべえな、キリュウさん。よく当たんなかったな、今の。どこを撃たれた？当たった？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。貫通した方がいいのか。近くの病院はどこだ？こういう場合は。蒼天堀。何？蒼天堀にある。葵っていうスナックへ。あー、そういえばプレステ2版でもなんか怪我した狭山をおぶってなんか進む場面あった気がする。そっかそっかそっか。なんか俺それでゲームオーバーになった記憶あんな、昔プレステ2版で。これ大丈夫かな。スナック葵と言ってたな。店を探さなければ。あ、でも今おぶって行ったりはしないのか。とりあえずスナック葵の場所を特定するのね。ここか。で、なんかチンピラに絡まれたりすると、絡まれたりして余計な時間使っちゃうと手遅れになってしまうみたいなさ、なんかそんなんがあったと思うんだけど、プレステ2版の時。別に今回はそういうのないのかな、今は。それでさ、俺ゲームオーバーになった記憶あるわ、なんか。よし。で、なんか汗出せる感じの BGM。 邪魔ー、クソ邪魔ー、あいつら。どうでもいいけど今回は、うわ、めっちゃこっち向いてきた。突破しろー。無視だ無視。よし、狭山の言ってたスナックはここか。やった、着いた。よくあの状況切り抜けたな、ギリュウさん。どうやって切り抜けたんだよ。ゼロの時みたいに金ばらまければ楽なんだけどな。持ってけーっつって。あんた誰や。キリュウというものだが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがって、ほんまに。あ、ヤクザだと思われた。そないなことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え、あんたみかじめ取りなんちゃうん。狭山薫って女知ってるな。薫がどないしたん。怪我をしてる。どこにおるんや。車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。最初から連れてくればよかったのに。あ、ここか。ゲームオーバーになる可能性のあんの。あー、戻んのかよ車に。まだ安心じゃなかった。そっか、狭山を連れてくる時にゲームオーバーの可能性あんのかな。ちょっと待って、邪魔すんな、頼む。さて、戻ってきましたよ、一応。逃げた状態のまま。やっぱりやる、時間制限。ダッシュ中に人とぶつかるか、時間経過で狭山の体力が減ってしまいます。体力がなくなる前に彼女をスナック葵まで運んでください。途中にいる世間話好きな蒼天堀の住人の視界に入ると無駄話を聞かされ、時間をロスしてしまいます。無視しろ、無視しろよ、それは。彼らに気をつけつつ急いで狭山を運んでください。
とりあえずここまっすぐだな。あ、ちょっと待って、マップに映ってるこの紫のやつがそれだったりする？世間話好きの人、あれを避ければいいのかな。あ、一応走れるんだ。オッケーオッケーオッケー。世間話好きの人をうまいことこう避けながら、よし。うわ、キャー人殺しとか言われてる。思ったより傷がひどい。急がなければ。そうだよな、血まみれの狭山をおぶって走ってる状態だからね。うわー、噂されまくってるわ。あ、道を開けろ。何なの今のやつのやれやれみたいな動き。あ、まずいまずいまずい。ここにもいるね、紫のマークのやつ。なるべくあいつの近く行かないように、うん、こうやって回っていけばいいんじゃない。今行けてるんじゃない。あ、よかった、何事もなく来れたわ。逆に1回ぐらい捕まってみてもよかったかな、その世間話に。すいません、ちょっとガチでやっちゃいました。これ普通にゲームオーバーになるからさ、多分失敗すると連れてきたぞ。どうすればいい。よかった、こっちへ寝かせて。プレステ2版でゲームオーバーになったからな、もう安心していいよね。とりあえず今は治療している。店にいても邪魔になるだけだな。狭山のことは任せて、また後で店に戻ろう。向こうが桐生さんの身辺保護をする立場だったのに。あ、狭山の治療が終わるまで時間を潰せ。なるほど、別に好きなことしてていいのかな。あ、なんか新しい吹き出し出てんね、今までなかったやつ。サブストーリー、ショーが変わったから。じゃあそうだな、また次回あたりサブストーリーやるのもありだな。あ、どうしよっかな。でも今からサブストーリーやるとちょっと無駄に動画の時間が長くなっちゃいそうだけど。あ、なんか電話来たわ、歩いてたら。あれ、もう俺だ。あ、あー、なんだ、治療終わったのかと思った。大悟か。俺だ、大悟だ。ああ、そっちは無事か。そっちの様子は、まあとりあえず問題はない。どこ連れてってんの、郷田会長。郷田会長も一緒だ。あー、なるほど、もう車で神室町に向かってる。うん、そうか。お前体の方は大丈夫か。なんとかな。あんたほどじゃないが、俺も丈夫な方だからな。桐生さんほどじゃないけどね。わかった、とにかく杯の件頼んだぞ。ああ、わかってる。それじゃ。でも龍二だってどうしても杯は阻止したいわけでしょ。あんまり覚えてないけど、どうせ杯買わせないんだろうな。これ本当に俺もあんまり覚えてないんだけど。で、ちょっとせっかく近江の本部でたくさん喧嘩してお腹空いたので、ご飯食べて経験値増やしとこう。あ、スマイルバーガーのメニューコンプリートできるかも。やったぜ、スマイルシェイク、スマイルポテト、角煮バーガー、マグロバーガー、食いしん坊。さ、行くか。で、これでありがとうございました。うん、スマイルバーガーのメニューをコンプリートだね。一応ね、達成目録もね、早くもちまちまやってるんですよ。動画撮ってない時とかでもさ。まあ今クリアしたのは、うん、これかな、スマイルバーガーのメニュー。その店のメニューを全部食べたことがあるっていうので、こういう達成目録をコンプリートできるので。いや、なんか龍が如く極みとかゼロ実況した時もこれ全部やってきたからさ、今回も全部やろうかなって思ってて、 UFO キャッチャーとか早くも埋めてるからね。あ、なんだ、ん、派手な老人。おっと兄ちゃん、すまんの、怪我はないか。ん、これはストーリーとは関係ないか、サブか。あ、サブストーリー、金松茂、そんな人いたっけ、覚えてないな。あー、あーだだだだ、骨が折れちゃったかもしれないな。く、骨が
だっせこんな桐生さん見たくなかった。俺が選んだんだけど骨が折れたかもしれない。まあそれはすまんことしたな。これで早く病院でも行ってくれ。5万円もらっちゃった。すげえ悪いことしちゃったあ、いや少し大げさだったかもしれん。多分大丈夫だ。ええからわしからぶつかった石やろうと思って持ってってくれや。まあ、成金なんだな。金持ちなんだね。すごいかっこいい。さすがだわ。な、わしの顔を立てると思って取っとき。わしは金松しげるいうもんや。あんた名前は？キリュウだ。キリュウはんか。もし骨折れとったらなんぼでも言ってくれ。いくらでも払ってるさかいな。ほな。ねえねえ、これからどこ行くの？せやな。なんや、バーチャファイターしたい気分やわ。遊び質素だな。もっと派手な遊びしろや。ゲームセンターにでも行こうか。突然庶民的。わしに勝ったらお小遣いあげるで。キャー、行く行く。ずいぶんと羽振りの良さそうなじいさんだな。はあ、これサブストーリーだな。せっかくだから追いたいな。ゲーセンに行ったらいいのかな今の人。じゃあ金松さん、ちょっとせっかくだから様子見に行ってみようか。ん？また電話だ。今度こそ治療終わったかな佐山の。あ、私や。タミオさん。なんだあんたか。あいつの容態はどうだ？なんとか落ち着いたみたいやわ。薬が効いたおかげで今はよう寝とるわ。そうか。ところであんた、悪いけど替えの包帯を買ってきてくれへん？ちょっと切らしてしもうたみたいでな。ドラッグストア行けばあるかな。替えの包帯か。わかった、買っておく。すまんけどよろしく頼んで。ほな。うん。じゃあ金松さんの様子を見にゲーセン行って、まあその後ドラッグストア寄ろうか。何見とんねん。お腹すかせたいからな。やっとくか。いってらっしゃいよし、行こう。時間食っちまった。さーて、また金松さんにぶつかってお小遣いもらっちゃおっかな。あれ、いないじゃん。あ、いたあれ、女の子たちどうしたの？キリュウさん。あー、キリュウさんやないか。毎度儲かってまっか。ん？あー、あんたこないだの金松や。兄ちゃんもゲーム好きなんか？わしバーチャファイターめっちゃ好きやねん。ほう、そうなのか。ただこれに負けるのが大嫌いでな。もう今日だけで30万つぎ込んどるんやで。マジかよ。ゲーセンで30万使うの逆に難しいだろ。何時間いいんだよ。30万言うても、わしんちでは玄関が暗い時に燃やして照らす程度のもんやけどな。そいつは明るくなりそうだな。上品な明かりが出そうですね。へへへ、せやろ。さあ、あんた、わしと勝負せへんか。わしが負けたら1万円払うとるわ。は、払うたるわ。そこの店のバーチャファイター 2.1 のノーマルで。マジ？バーチャファイターやらされんの？俺、格ゲーできないぞ。2.1 のノーマルで。ノーマルならいけるかな。わしのクリアステージ記録3戦連勝を超えたらあんたの勝ちでええで。どうや？やってみるか、一応。いいぜ、やるか。よっしゃ！負けへんで。別に金松さんと勝負するわけじゃなくて、コンピューター相手にその参照すればいいんだよな。いや、バーチャファイターもセガのゲームだからさ、まんまやらせてくれるわけよ。いやー、しかし格ゲーはあんまり経験ないな。どのキャラがどういう特徴かもわかんねえわ。とりあえず俺の好みのキャラクターはこいつだな間違いなく。よし。いや、どうやって戦うのかもわかんねえぞ。なんか技の出し方みたいなあれないのかな。いや、スト2なら技のコマンド多少はわかるけど、波動拳昇竜拳ぐらいは出せるけど、今俺ね、適当にぶん殴ってますねあ
よっしゃー、何か行ったぜ、何か行きました。でもだんだん敵も強くなってくんじゃないの。うわ、余裕こいてるね、ジジイ。ちょっと待って、こいつのジャンプふわっとしすぎだろ。滞空時間が長い。あー、リンクアウトとかそういうのあんの。そういうのあるんだ。やべえ、知らなすぎる。やばい、今のはもったいない。ちょっとこいつジャンプさせない方がいいな。滞空時、自分から転ぶのやめろ。水拳みたいなの使うキャラなのかな。ちょっと動きのらりくらりしてるもんね。いや俺好きだけどね、そういうキャラクター。うわ、かっこいい今の。ちょっと今の KO シーンめちゃくちゃかっこよくなかった。これでやっと一人でしょ。いけるかな、三人超え。倒したー。いや一回負けたんですけど、普通になんかコンティニューできたからさ、普通に。おお、同キャラ対戦。こいつが3人目だから、こいつ倒せば金松さん超えたことになるわけでしょ。ちょっと待って、強ない？っていうか操作方法を見る方法あったんだけどさ、見ても全然わかんねえのよ。全然わかんねえの。どうすりゃいいのこれ。おっしゃ、やったー。なんか適当にやってたら勝ったー。すいませんね、めちゃくちゃ見応えなくて。これどうなんだ、もう4人目だよね。4人目だからもうコンティニューしなくていいはずだよね、金松さんの話を鵜呑みにするなら。おっ、これはよかったー、納得してくれた。なんやと俺の勝ちだな。あんた接待プロが言うもん知らんのかい。別に接待する立場じゃねえし、登場界の4代目だぞ。ん、はあ、ここはわしに花持たすとこやろ。わしこのゲームめっちゃ好き言うたやんけ。子供お小学生。俺はあんたがこのゲームを好きだと言っていたから本気出したんだぜ。なるほどな。いや、手を抜く方が失礼という考え方もあるよな。どういうことや、あんた自分の好きなゲームで相手に手加減されて嬉しいか。俺だったらそんなことをされた方がバカにされたと思って頭にきちまうがな。なるほど、確かにその通りやな。お情けで勝ってもそれはほんまの勝ちやないわ。あ、でもちゃんと受け入れる柔軟さはあるんだね、キリュウさんの意見を。すまんかったな、キリュウはん。これはわしの勉強代。ああ、割と話のわかる人だな。勉強代やもらってくれ。サンキュー、嬉しい。いや、竜が如くゼロと違ってまだそんな簡単にお金稼げないからさ。竜が如くゼロでは序盤から100万とか簡単に稼げてたけど。せや、わしこれからちょっと用事があるんやった。えらい長いしてしもたわ。ほなな、ギルハン、また遊んでや。これで終わりじゃないのかな、金松さんイベント。あ、またな。ああ、なんだこの女子たちは。俺、金松さんと話してたはずなんだけど。